はい、漫画専攻4年の室田直樹です。もともとずっと漫画は好きで、でその高校生も最後の方まで、まあ、自分の進路はあんま決めてなかったんですけど、あちゃんそうですね、オープンキャンパスにここに来た時に、その一からでも漫画描けますかっていう風に質問したんですよね。でそれで、そうだからそうですね、体験とかあとは先生方のお話とか聞いて、まあそれ、まあでも一校で決めるのはまあ早計だなっていう風に思って、自分はあれなんですよね、京都の方までまあ 2,3 箇所ぐらい全部オープンキャンパス行ったんですよね。でその時にその京都のその大学はちょっと行って、さあ授業を始めますってなって、さあネームを書いてくださいって言われて、ネームってなんだろうみたいな、もう本当に初心者に優しくない感じだったんですけど、やっぱここが一番そうですね、一から全部教えてくれて、で分かりやすかったんですよね。なんでここに決めようっていうふうに思いました。正直かなり充実していたと思いますね。なんか自分は高校もう本当ギリギリまで、またなんかなんていうんですかね、とりあえずなんかちょっと学力の高いところを受験して、まあ、なんとなく生きていくのかなって思ってたんですけど、やっぱ入ってみて自分の好きなこととかに真剣に向き合ったりすると、やっぱ本当に充実して楽しい4年間だったなっていうふうに思います。そのゼミですかね、やっぱりなんか1年生2年生までは本当に漫画の描き方を覚える感じで、やっぱ3年生に上がった時にやっぱ自分の本当に描きたい作品って何なんだろうっていうその悩みにぶつかった時に、やっぱゼミでその自分の好きな作品の傾向とか本当に描きたいものだったりとかをやっぱ専念して研究することができたんで、まあ、そこでかなり自分の中でステップアップができたかなっていうふうに思います。就職活動は3年の夏くらいですかね、3年生のその単位習得の際に何でしたっけ、インターンシップに行くと単位がもらえるっていうんで、じゃあインターンシップ行くかってなって、でホテルにインターンシップ行ったんですけど、そこが何ですかね、本当にひどかったっていうか、何ですかね、悪いところもすごい見えるんですよね。だから2月からですかね、本格的に企業を探し始めたのは、その近くの、そうなんですか、企業説明会、合同の企業説明会とかに実際に自分で行って、まあ、ちゃんと調べて、その自分に合ったっていうか、本当になんか口だけじゃないその企業を探すっていう風に専念できた気がしますね。だからインターンシップに行ったっていうのは結構重要な経験だったと思います。警備会社なんですけど、アルソックさんから、今は内定をいただいて、でそこに決めましたね。実際には他には内定をいただいたんですけど、そこを蹴ってアルソックさんに、はい、今内定いただいてます。まあ本当はやっぱり漫画学科に来たんだから漫画に行くのが筋っていう感じなんですけど、そうですね、まずまだ自分がなんていうんですかね、プロにまだ技術が追いついていないっていうのがあって、なんで、まあ、企業に就職してからも、まあ、絶対に書き続けたいっていう気持ちがあったの で書き続けるとしたら、やっぱそう仕事とそうどういうふうに両立できる会社がいいかなっていうふうに選んだ末で、そうこの警備会社の方に自分は進むことに決めて、今後も制作作業は絶対に続けていきたいっていう気持ちです。はい、自分はやっぱ3年生の頃からずっとその、なんていうんですかね、ストーリー漫画っていうか、バトルが入ったりとか、そういうなんか王道なストーリーを書きたいなっていうふうに思っていたんですけど、そうですね、一回その サンデーとかの、その持ち込みの書き方とかにいろいろ相談して、まあ、今の、ストーリーの漫画に落ち着いたので、まあ、そうですね、今まで 3,4 年で自分が研究してきた積み上げの集大成みたいな感じになります。はい、作品のストーリーなんですけど、まずこの2人が、まあ、主人公とヒロインで、で
そうですね、まあ、ヒロインは最初こういう風になんていうんですかね、まあ、意地の悪い女の子なんですけど、それをちょっとこの、まあ、このヤンキーは少し根がいいやつで、まあ、その2人の話で、その2人がその神社でその、まあ、お話しするっていう会話劇なんですけど、その会話劇の中でこっちの女の子の心情がどんどん変わっていくっていう話ですね。まず最初は、サンデーにその1個前の作品を持ち込んだ時に、その今まではなんかバトル漫画とか書いてたんですけど、君はなんかバトルじゃなくてそういう人の心を心情を動かすのがきっと得意だから、例えば人とその妖怪だったりとかがその分かり合っていくような話っていうのを書いてみたらいいんじゃないかなっていうふうに言われて、今回は書いてみました。そうですね、書き終わってそれもやっぱサンデーとか他の人に見せたんですけど、やっぱ知ってる人とかにはやっぱ今までの作品もやっぱ褒められてきたんですけど、そのサンデーの人とかもちょっと褒めてくれたりして、それはすごく嬉しくて、それはその漫画を商品としてフラットに見てる人にちゃんと褒められたっていうのはすごい嬉しかったことです。はい、漫画家なんですけど、まあそうですね、なんかどっかの雑誌でなんかなんていうんですかね、大きくなんかこう世間にバーンって広めてやるぞっていう気持ちじゃなくて、もうなんかすがりついてやる、食らいついてやるみたいな感じですね。もうどこでもいいから掲載してやるみたいな、そんな感じですね。志が低いとかじゃなくて、まあ、何が何でも絶対にその漫画業界に自分の名前を、まあ、少しでも残してやりたいっていう気持ちですね。